どうも、こんばんは、エデムです。今回は、東京グルリ、インボーク、第11回の占領戦が終わったんで、まあ、例のごとくね、今回もチケットの方、回していこうかなと思います。まあ、プレミアムキャラ、もう、ハイセは、まあ、いいや、熟練 100% したいけども、まあ、今はとにかくね、プレミアムの重蔵は欲しいですね。なんか、出てくれないな。あいつがね、出れば、とりあえず実装されてる重蔵は全部揃うと思うんだけどな。まあ、そう簡単にはいかないか。やべえ。SSR が出ねえ。つか、これボックスを整理してねえから、ボックスの方が先に値を上げるかもしれねえ。まあ、早くももう50連。おっと？イエス！イエス！飛ばしちゃったけどさ、いやーよかった、欲しかったんだよなこいつ。性能全然知らないんだけど、キャラとしてすげえ欲しかったな。回避率アップで敵単体に、何連かダメージね。強化で熟練で 100% で3ターンの間に 30% アップからの 1.5 倍の8連ダメージね。なるほど。ブレイクワースト A、 しかもこれあれじゃん、味方全員の攻撃力上げんじゃんこいつ。よし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 、目的は達した。あとはこっちの無料チケで手に入る方のキャラで、俺持ってないいたかな。ナキは持ってるとか手に入れたし、ミザか、ミザ持ってねえな。そういえばミザはこのチケットで出るんだろうか。ちょっと整理するか。ミザって出るかな。あ、そういやもう今日31だからショップリセットか。これでまた促進剤が20個手に入るけど、促進剤ね、この占領期間めちゃくちゃ落ちたんですよ。あのレア獲得率アップの派遣しかしてなかったんで、あの占領戦ポイント2倍とかいうのを俺前の動画で紹介しましたけど、もう派遣してたら行くからさ、ノルマポイントはもういいや、レア獲得率アップだけしてればいいやと思ってやってた。促進剤何個落ちたんだ、何十個落ちたんだろう。ただ40は確実に落ちてると思うんだよね。でそれでめちゃくちゃ手に入ったからさ、40、50もいってるかな。始めた時が60あるかないかぐらいだったんでね。で、今110何個かあるんで、まあ、そこそこ手に入りましたね。で、この前回から登場したチケットガシャ SR って今回手に入ったっけ？まあ、まず派遣な。回していこう。派遣も何が欲しいって言われれば別に最高なかなか優秀じゃなかったっけ。これ無料、おい、え、何これちょっと待って、バグってさ、結果画面ちょバチバチなってんだけど、何これバグ、お、消えた。バグって結果画面バチバチやつ。 OK、 出た。黙って聞けよ。話してる。じゃあ、とりあえず派遣の方の確定から回していこうかな。次回占領戦、ポイント何本ぐらいになるやろな。そろそろ上限引き上げてきそうだけど、そろそろ5000とかにはしてきそうではある。ただやっぱ初心者からするときついんだよね、5000は。まあ、始めた最初からポイント全部回収しようとは、思わない方がいいと思う、結構苦行だと思うから。周回しかなくなるもんね。派遣キャラいないし、お、ハイセか。もうハイセめちゃくちゃ出るんだけど、本当にもうこれ7体目か8体目ぐらいなんだよな。やっぱ派遣キャラいないのってきついよな。重蔵の熟練度を上げたい。またいつか重蔵だけのパーティーでやりて、せっかく全部重蔵揃ったんだから、やりてえよな。
アキラか。てか、そう、促進剤百何十個かあるから、これを誰につぎ込もうかと思って。で、俺、光の、あの、フェスゲンのアキラ、そういや持ってたから、それか、フェスゲンの売り絵にぶち込んでもいいかなと思うんだけど。まあ、でも、アキラ使いてえよな。フェスゲンのアキラってあれ RE のアキラだよね。さあラスト。まあでも今回はあれだな、黒髪のスリッパの銃像が出たからも満足だわ。うん、本当にやっと当てれたって感じだわ。グル、最後はグル。なるほどね。ということで、今回は第11回占領戦の報酬チケットでガシャを引きました。はい、さっき数えて137連かな、多分それぐらいだと思います。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。